この番組を収録しているのは柏市にある撮影スタジオアップルトマト。ヘアサロンを中心に吉郎グループが展開するカフェ、ライブハウスなどを併設され、どなたでも気軽にご利用いただけます。J コムからお届け、東関東人図鑑。さあ始まりました、東関東人図鑑。インタビュアーナイツの花輪信之です。今回のゲストはロボットアーティストの樋口雄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの樋口さんといえばロボット アーティストじゃなくてアーティストなんですね。そうですね、あの、まあ、どっちでもいいんですけ どなんかこだわりがあるのかなと。いやいや、大先生につけてもらったんでね。はい、僕はもうそのまま、はい、その肩書きはロボットアーティストということでございますけども、はい、あのこれはあの、はい、まあ、漫画家の先生方ですね、うん、はい、まあ、それまでアニメとかだ と、メカニックアーティストって名前が多いんですけど、はい、うんうんうん、まあ、僕今アート活動してるんで、うん、じゃあロボットアーティストにしなよっていう、はい、バロン吉本先生につけていただきました。はい、じゃあちょっと具体的に何なのかというところでいろいろお話を伺っていきたいと思います。まず一番目です、あのロボットの生みの親ということですけども、なんといってもですね、あの伝説巨人イデオンと、はい、銀河旋風、ブライガー、こちらですね、はい、これ両方とも出しちゃった方がいいですかね。はい、あ、じゃあ僕持ちますか。あ、じゃあすいません、はい、こちらもうやっぱ僕も結構だから生まれた年ぐらいに近いんですけど記憶にやっぱありますね。あ、そうですか。これを考えてらっしゃったんですね。そうですね、樋口さんが、まあ、当時あのロボットものが全盛期だったので、ロボットものはいろいろ作らせてもらった。言ったらガンダムとか、その翌年です。ガンダムの監督が翌年に、うん、何やろうかという時にこれを、うん、まあ、プレゼントしたような形で一緒にやりました。うんうんうん、でどういう経緯で樋口さんにこれをデザインしてくれって話が来たんですか。そうですね、まあ、ちょっと僕はもともと絵描ければ何でもいいって時に、うん、まあ、で仕事柄おもちゃのデザイナーになってたんですよ。でおもちゃのデザインを、まあ、ずっとやってて、まあ、一番長くやったのはミクロマンっていう、あのおもちゃのシリーズなんですけど、それをやってる途中でいろいろロボットを描けるんだったらこういうのも描けるんじゃないっていうんで、そのミクロマンってそのロボット系のおもちゃなんですか。フィギュアですね。実際10センチの人形が、うん、まあ、あのロボットに乗ったりする、このコアを使っていろいろやる、うん、あの話を展開するっていうおもちゃの展開、うん、まあ、当時あのアニメはあったんですけど、そういう雑誌とか、うんうんうん、あるいはあのカタログで展開するっていうおもちゃがあんまりなかったんですよ。まあ、いわばあのリカちゃんに似たような展開ですね。そうなんですか。はい、アニメはやってないけれど、あの話があって、ストーリーがあって、そこでいろんな商品が出せるって、うん、そういう感じですね。それやっててロボットも描けるんじゃないかということで今回これのロボットやってくれということで。そうですね、まあ、この一つ前のタンサー5っていうのがあるんですけど、はあ、まあ、それがあの結構、人気もよく売れ、うん、もしたんで、うん、じゃあそれを今度ロボットにしてって、うん、まあ、タンサー5っていうのが乗り物の変形だったんですよ、うん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 、でそれをロボットにしたいっていうで、このこれがイデオになりました。はい、これはこれですよね。なんか これ何の時の、これがですね、はい、1980年の映画になった時のポスターなんですよ。あ、映画になったんですね。はい、あのポスターであり、まあ、看板だとかいろんなところに使われたのがこの絵です。はい、これがあの何を誰が何をやってるところ、はい、この大きいあの、はい、これがあのイデオンっていう、イデオンが、イデオンが、はい、後ろ向きですよね。そうですね、はい、イデオンってですね、あのちょっと大人っぽい話だったんですよ。あの主人公のロボットがかっこよく活躍するじゃなくて、これは一つ の、 あの大きな戦艦だと思ってください。この中にいろんなドラマがあるんですよ。この大きいロボットの中に人間がいっぱい入ってて、それがまあ敵と戦ったりとか。あ、そっか。だから、いやちょっとやっぱり子供に分かりづらかった。分かりづらいです。だから僕のデザインは、これは実際はあの小学校低学年向けのデザインだったんですけど、富野義行さんとそのガンダムを作られた方が、あのすっごいこう深遠な話だったんで、結局これに飛びついたのは高校生以上。なるほどね。そう、だから僕当時3歳だったから、正直イデオン見てなかったんですよね。多分あの見ても分かんないと思います。はあ、そうなんですね。はい、いやもう一回見たいな今だったら。あ、見てください。多分どっかで
はみ出るかもしれませんね。はい、ありがとうございます、はい。そして現在もですね、現在やっている柏市文化祭の今回のこのデザインですね、こちらも担当されていらっしゃる、これはごめんなさい、何をイメージして。まあ、これはご存知だと思うんですけど、うん、メビウスの輪ってありますよね。あります。メビウスの輪って、まあ、うん、あのこれをひねっておいて一回転させてっていう、うん、そうなんですけど、裏表裏表でこう使われると必ず同じところに行くんですよ、うんうん、要するにここに立つと考え方ってみんな結局同じだろうっていう、うん、それを地球人であろうが、うん、まあ、地球人 の、 その裏側にいようがこっち側にいようが、地球人であればみんな結局は同じ地球の上にいるんだから、うん、まあ、あの立場を考えてやれば同じだよっていうということを、まあ、絵にするのにちょっと無理はあるんですけど、絶対子供分かってなかったと思いますね、これ、まあ、ただかっこいい俺さっきの俺みたいにうわかっこいいとかしか言わないでしょうけど、そんなあったんですね、深い思いというか、まあ、うん、前は僕はっきり言って、あの書いて渡して終わりだったんですけど、すうん、今はちょっとそういうメッセージをつけようかなと、ちゃんと説明をね、はい、していらっしゃるということですけども、奔放な創作人生ということで、もともと千葉哲也さんにすごい憧れて、ああそうです ねだということですけども、まあ、一応生まれた時のお写真なんかもありますけども、かわいいですね。やっと出てきました、うん、どれですか。どれがちょうどこの真ん中の賢げな人ですね、はい、こっちの写真だとこっちもこのちょっと、いや端っこです。端っこの、こっちです。やっぱり子供の頃からそういう漫画家になりたかったんですか。漫画家になりたかったのはどうなんでしょうかね。その、あの、端っこにいたいとこがですね、非常にあのよくできた人でですね、僕に絵を教えてくれたんですよ。でその言われた通り絵を描くと大体褒められる。その辺からまあだんだんその褒められることってやっぱり、ね、子供はやっぱ自信になりますし。それから、まあ、あの、うん、絵で何かなあの、うん、ご飯食べれたり、うん、仕事できたらいいなと思った時に、うん、まあ、漫画っていうね、うん、あの一つの、うん、世界っていうか道が見えたような気がします。やっぱり千葉哲也さんだったんですか。漫画本読んだ時はですね、うん、やっぱり千葉哲也さんの漫画が一番面白かったですね、うん、あの当時やっぱり、うん、まあ、いろいろほとんど見てますけど、うん、あのハリスの風とかですね、うん、それがかなりあの、うん、人間あの自分の人格も作ったような気もしますけどね、うん、はい、千葉哲也さんにそのお手紙を書いた。はい、うん、あの小学校の時からですね、うん、あの応募とかはしたんですよ、うん、そうするとあの、まあ、ボールペンだとか、うん、バッジだとか、うん、あのもらえたりするじゃないですか、はい、すごい嬉しくて、うん、あとその頃あの漫画家の先生にお便りを出そうってあの、雑誌のまあ、枠外にそうなったんですか、だから今でも僕千葉さんの、うん、まあ、変わってなければその時の住所、うん、あの空で言えますけど、うん、あの当時ダメですよ、言わないですから時代が違いますから今、うん、手紙出して、うん、外先生が一生懸命あの、返事をくれるんですよ。その返事がですね、僕すごくこう、うんうん、あの影響されたっていうのは、うん、あの確かに、お会いしたのは、あの先生にお会いしたのはですね、一番最初は高校生の時ですね、うん、それから社会人になって2度、うん、だから3回、実際にはその後 の、柳瀬隆さんの お送りする会の時にもお会いしてますから、うん、まあ、生涯で言うと4回。初めてお会いした時は どんな感じですか。初めてお会いした時はみんなで行ったりしてるんで、うん、よくあんまり覚えてないんですけど、うん、一番記憶に覚えてるのは昭和46年の2月14日、うん、今でいうとバレンタインですけど、本当だ、はい、その頃バレンタインってそんな制度もなかった誰も騒いでなかったその時にですね、ちょうどあの、当時明日のジョーってやってまして、ね、みんな夢中になってましたんですか、僕も夢中になってて、あ、これそろそろ終わりそうだなと思って、うんうん、終わる前にどんな風に終わるのか、うん、ちょっとあの聞きに行こうと思ってですね。いや痛いやつじゃないですか本当ですよねいやそうなんですよ。ですごいですね。そう突然絶対だってそれってタブーのことです。ワンピースのこととかでよくみんなね番組とかでやってますけど、あの、まあ、時代と住所を知ってたから、そうあの本当にすぐ行ったんですね。そのまま行きました、まあ、だから僕3回目だったんで、
アシスタントにしてくださいっていう話はしてたんですよ。なるほど、それだと思ってたのかもしれない。そのつもりでこう話してるんですけど、まあ、そのことには触れずに、あの世の中はね、漫画うまいだけじゃダメだから、あのもっともっといろんな、あのなんていうんですかね、人生経験、あのしなきゃダメだよって言われて、はいって言いながら、ところで、あ、僕がその来た理由は明日のジョーってどうやって終わるんですかって、やばいっすね、来たんですよ。じゃあ先生ね、それはちょっと今あの言えない、ところでって話をそらされて、あの樋口君は僕の、あの漫画で何が一番好きだいって言われたんで、いやもう先生の漫画は全部好きでした、全部好きです、そしたらちょっと待っててって言って2階行って置いてこられた時にですね、あの誓いの魔球っていう本を持ってきてくれて、あのこれあのあげるよって僕もらったんですよ、まあ、サイン本なんですけどね、もらって、その時はね、あの帰りにありがとうございましたって帰りにこう読んでて、まあ当然知ってるから、まあ読んだだけなんですけど、そこに書かれたメモっていうのはね、サインっていうのはほとんど、これあるんですか実際、その時覚えてなかったんですよ、で2年後あの明日のジョーが終わった時に僕ビビってきて、えなんだこれはと思って、誓いの巻読みだ、あの、読み直したんですよ、そうした時にね、こんなの書いてあったんですよ。樋口くん真っ白になりなさい、昭和46年2月14日千葉哲也、見せていいですかこれ。あ、どうぞどうぞ。すごくないですかこれ。ということは最後ジョーがこうなって、そうだからあれ見た時にあれだと思ってね、っていうことですね。そう、ちょっとざわざわってしました。これはまたすげえな、これじゃあ番組でいただきます、はい、ありがとうございます。これはもううちに来た人に宝物ですね。そう、必ず見せるネタです。いや本当ですね、すごいですね。なんかやっぱいい話だな、すごい。それでちょっともうボリュームがありますけども、高校時代に漫画雑誌コムで活躍、あ、活躍じゃなくてですね、活動で、そうです、あの、活動、10人ぐらい、あの、まあ、それあの手塚治虫さんが、グループで漫画家になるのは友達いた方が、頑張りやすいからってんで、グループを作ろうっていうんで、コムって雑誌の中で、グラコンっていうグランドコンパニオン、仲間っていう、そういうグループを作りなさいって言われて、僕ら新潟で、まあ、10人ぐらい作って、でそれをあの、まあ、みんな肉質回覧誌ってやつです、書いたものを全部まとめて最後に、先生のところ送るわけですよ、と先生があの批評してくれて、で僕ら結構ね評判良くて、あの編集者の方が取材に来られて、あの今年一番いいあのその同人誌でしたよとかって褒められたこともあって、そのうちの一人がもう手塚さんのアシスタントになってて、はー、あのこれからなる、あ、なっててじゃなくて、僕なるんだって言って、高校3年生にならずにアシスタントになって、上京してたんですよ、まあ、ラッキーと思ってね、あの高校3年生の時 の、 あの夏休みに彼に会いに行きました。名目はあの彼に会いにですけど、手塚さんに会いにですけどね、はい、お会いできたんですか。あ、もちろんもちろん、やっぱり同じく先生が寝てて、あの今先生昨日遅かったから寝てるから、あの、まあ法編だったと思うんですけどね、火の鳥ってやって、はい、ちょっとペン入れするかって言うから、ちょっと面白いかなと思って、あの見えないところそうそう、誰にも分からないところ。僕全部持ってますよ、ね、あ、そうですか、あ、分かんないですか、大丈夫です。そう、その話、今だったら大変ですけど、大変ですよ、ね、だからやっぱり漫画家をずっと、じゃあその当時は目指してたんですかね。まあそうとも言えないですね、絵を描くことが好きだったんだ。だからまあ、その後デザイン会社に入って、まあずっとさっきのロボットを描くんですけど、その前はあの、まあなんていうんですかね、あの看板描きだとか、ああもう本当にだから、そう、いろんなことやってました。いろんなことやってて、アクセサリーのデザインもやったし、あ、はい、そうなんですか、はい、そうか、デザイナーですもんね、言ったらね、はい、そうです。でもあの、全くの独学なんですよ。高校は農業高校だし、その後はあの専門高校行ってないし、描きながら、はあ、おもちゃの、ね、デザイナーもされてたっておっしゃってました。あ、おもちゃのデザインが一番だから長いです、ね、ですね、はい、ということでですね、あのこれお話伺ったんですが、この写真ですね、柳瀬隆先生の誕生日お祝い係っていうのになったと。そうですね、これ誕生日お祝い係って何なんですか。まあ、柳瀬先生って
って、うん、ご存知のようにアンパンマン。もちろん、はい、アンパンマンの。それが一つあるとすると、もう一方向でですね、うん、シュトメルヘンという雑誌 の、うん、あの編集長でもあったんですよ。うん、シュトメルヘンという雑誌があって、シュトメルヘン亡くなった時にですね、うん、あの長谷川雄二さんという人が代表で行って、うん、あの柳瀬先生に、先生、これからあの、うん、誕生会を毎年やりたいんですけど、うんうんうん、やるなら、赤坂プリンスを使いなさい、うん、金は全部僕が持つ、それから時間は2時間で、うん、ビンゴとかつまらないのはやめなさいなでもう散々やってきてね、そうそうそう、自分の中であったんでしょうね、そういうのは。で、最後に、ね、7つの僕に歌を歌わせない、うん、それが条件でした。それでずっとその、うん、あのそういうことを条件でそれをやるんですけど、うん、結局柳瀬さんがその会の会費を全部持ってくれるじゃないですか、うん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 、で僕らとしてはそれただにね、うんうん、あのただそうやってご一緒になるのは嫌だから、うんうん、なんかプレゼント作ろうとしたんですよ、うん、僕みんなクリエイターじゃないですか、うんうん、だからなんかみんなで作ってあげようよって言ったら、うん、作れんのって、うん、だったら作ってって言われたんで、うん、あいいよって言ってあの柳瀬さんの人生ゲーム作ったのが最初ですね。なるほど、これオリジナルで作ったやつを、はい、あげてたっていう貴重な写真だな、これ。もうすっごい先生喜んでたってね。そうです、この後もいろんなものあげましたけど、最後にこちらのキーワードで、はい、平和ということですけども、これは具体的にどういったことですかね。そうですね、僕はあのずっとあのロボットものに多く関わってきたり SF の、うん、まあ、ロボットっていうかおもちゃもそうなんですけどね、 SF もの多かったんですけど、あのそれまではこう作ってものをあの作ったものを渡しして、うん、まあ、アニメの方では演出とかっていうのに全部、うん、まあ、監督、うん、その他の方に渡したんですけど、うん、まあ、できれば自分の今まで書いたもので、まあ、これから書くものはロボットでもメッセージを持たせたいなと思って、うん、まあ、今平和の OS っていうのをテーマにですね、うん、書き続けています、うん、その平和の OS っていうのは、うん、まあ自分まあ、世界中を、うん、もうここまで何て言うんですかね、あの AI とかいろんなものが進んで以上、うん、元取りにはならないんで、うん、いい風に使うとしたら世界中を一つの OS でつないで、うん、まあ、見張り、やはり、まあ、いい意味での見張りなんですけど、うん、悪いことできないようにしようと、うん、そしたらみんなその分 の、 その兵器だとかそういったものは、どっちかというとインフラ整備だとか、うん、いい風に使えれば、まあ、それこそね、ウィンウィンの感じで世の中も良くなるんじゃないかなっていうのが僕の考え方です、うん、はい、あすごいな、最後テーマがまたねしっかりあるっていうところがまたなんかすごいですねということで、ちょっといろいろお話伺いましたけども、現在柏市は文化祭が10月12日から12月1日までやってらっしゃるということ で、はい、であとはロボット展というのもそうですね、ゆけおれのロボット展というのが今回3回目になるんですけど、うん、渋谷のハンズで、東京ハンズで、はい、11月15日から、うん、そうですね、11月15日から始まります、うん、やってらっしゃるという、あとはうん、僕の名付けというか肩書きの名付け親である、うん、バロン吉本さん主催のキャラクターアート展というのが11月28日から始まります、うんうん、やってらっしゃるということで、はい、ぜひそちらもいらしていただければ、ね、はい、ちょっといろいろ、まあ、とりあえずですね、やっぱりイデオンをもう一回ちゃんと見て、なんかいろいろ勉強したいなと思いました、ね、そうですね、来年40周年なんで、あ、多分いろいろなんかあるかもしれません、あ、はい、ちょっとこれからもまたいろいろな独自の作品をね、はい、生んでいただければと思います。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日はロボットアーティストの樋口雄一さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。